はいここからはですね補足ですはい2014年8月23日開催の第255回数学検定準二級の問題4番の補足の説明をしたいと思いますはいまあ何をするのかなんですが二次検定の問題4番このような課題ですまあゲームをするとでコインを投げて表が出た回数に従って賞金がもらえますよ。 はいえー、そして1回でも裏が出るとそこでゲーム終了ですよ、はいえー、という条件です。で、えー、このゲームの参加料は500円、えー、かかりますと,、まあ、といった問題の設定ですねゲームのルールが設定されてます。で、えー、皆さん気になるのはですねやはりこのゲーム勝てるのと、まあ、平たく言うと500円以上儲かるのと。 というところには皆さん気になると思いますもちろんですね800円1600円3200円とはい儲かる条件もこちらが儲かる条件も3つあるわけなんですが0回1回2回の場合は損するとはいですのでこのゲームが本当に儲かるゲームなのかそれとも損するゲームなのかというところをちょっと検証したいと思いますでそれを検証する際にですね使うのが期待値 はい、えー、というものになります。でその期待値が500円を上回れば、えー、こちら側が有利ですね、えー。このゲームは勝てるゲームであるというふうになるわけなんですが、そもそも期待値とは何でしょうか。はい、えー、期待値ですね、えー。数学の教科書の説明でいうと、えー、確率変数と確率の積の総和、えー、といった説明がなされています。はい、えー、何のことかさっぱりわかりませんよね。<laughs> はい、えー、ですのでまずこの確率変数 とは何なのか確率がこの、えー、それぞれが起こる確率っていうのは、えーまあ、計算するとこのようになりますので、えー、これはもうこれはこれはこれでいいと思うんですが確率変数とは何なのかはい、えー、なんですが、えー、平たく言うともらえる賞金です、はい、これが確率変数に相当するものになりますですのでこのゲームっていうのは500円先に払いましたで100円もらえる確率が1 2分の1ですよ はい、200円もらえる確率は4分の1ですよ。はい、400円、えー、もらえる確率は8分の1ですよ。で800円もらえる確率は16分の1ですよ。えー、1600円もらえる確率は32分の1。えー、3200円もらえる確率も32分の1ですよ。えー、と読み替えることができるわけですよ。では、はいえー、このゲームを何度も何度も続けた場合一体平均すると平均均すすするるとともう一回言いますよ平均すると。 1>, はい、1回当たりにいくらもらえるのかっていうところは、はい、確率に確率変数である賞金の額をかけたこういった計算式で求めることができるわけです。はい、で確率に確率変数をかけたものこれを全部足し合わせていきますと、はい、最終的な金額は350円。 はい、350という数字が出てきましたでこの350っていうのが先ほど言いましたこのゲーム1回あたりに平均するともらえる金額が350円ですよ、はい、というのがこの期待値の表す意味になります。ですので一発勝負ですね一発勝負で行った場合は800円もらいました1600円もらいましたってことは起こりうるわけですが。 このゲームを長く続けていく何回も何回も繰り返し続けていくと1回あたりに平均350円もらえるとはい、えー、といった数字に落ち着いてくるわけです。ですので、えー、このゲームっていうのは500円払って平均350円、えー、もらえるゲームですのでやり続けると間違いなく損をするとはい、えー、という、えー、ゲームの設定になっているわけです。 はいですのでこういった考え方ですね例えば宝くじみたいなくじを引く際にも大体1万あたり平均するといくら返ってくるのかとかあとまあギャンブルなんかもそうですねギャンブルなんかもする際にこのゲームが勝てるものなのかどうかっていうのはこの期待値っていうものを調べると明らかになるわけなんですね。はい 先に言っておきますと基本的に世の中にあるギャンブルは全て損をするようにできてますまあ当たり前ですよねはいですがこの期待値ってものを計算する計算することでどれぐらい損をするゲームなのかっていうところは明らかにすることができるわけですはいそれでは補足の説明を終わりたいと思います